ばんは、ラブリーさなえです。ちょっとライトが眩しい。ライトが眩しい。ラブリーさなえです。今日は、開封動画ですね、やりたいと思います。じゃん、こちら届きました。これは何かというと、フライロットですね。バンブーロットです。手作りのバンブーロットが届いたので開封したいと思います。ちょっとね、自慢ですね。自慢の動画になります。届いたばっかでまだ開けてないんだけど、こちらの方がランディングネットでおなじみのさくらさんから届いた手作りの、バンブーロットですね。テストロットっていうんで、テストを頼まれました。そのロットが届いたんで見ていきたいと思います。これがね、ちょっとずっと制作過程から見てたんだけどツイートとかブログですごいね、手間がかかっている、手間がかかっている顔ですね。丁寧に包装されてますね。ご丁寧に包装されてます。熱いね。ちょっとね、この梱包だけでも撮っておけばよかったねまあでも開封動画なんで初めからあげたいと思います。さあ、何が出てくるでしょうか。ちょっと待ってください。ちょっときつい、がっつりとした梱包です。よいしょ。手こずってますね。はい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 。ちょっと強引に。よいしょ。はい、取れました。こちらが届きました。で、このロットケースもさくらさんが自分で作ってくれたロットケースですね。この塩ビを使ったロットケース、これもお手製ですね。で、蓋には8フィート3から4って書いてます。で、この説明書ですね、取り扱い説明書もついてます。商品みたい、本当に読み上げます。この度はブランク、マダケおよびパーツ類オールハンドメイド商品化にあたり、バンブーロットのテストを受諾いただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。使ってみての感想を、とはいえ初めてのマダケロットはさぞかし慣れるまで扱いにくいと思います。確かにバンブーはちょっと癖があるのか、ちょっとまだ使ったことがないんで、やっぱりカーボンとかに比べたら使いづらいのかもしれないですね。一応使いやすい感じに仕上げたつもりですが、はい、日頃の超過を竿と一緒にSNS でつぶやく程度で問題ありませんので、ご協力をお願いします。なお、使えねえなという場合は折ってゴミ箱に入れた写真も SNS でつぶやいてください。ダメだ、テストがダメだったら折ってくださいと折れないでしょ。でも、また試作品のため制作途中での体力検査、指導等
さまざまなデータ回収作業を実施していますので、若干の歪み、傷、汚れ等はありますことをお許しください。釣り味には変化はありませんのでご安心を。本試作竿につきましては、今後末永くご愛用いただくことはもちろんのこと、将来故障や修理、リペアを希望の場合は竿を送っていただければ実施しますので遠慮なく申し付けてください。修理をいたしてくれるそうです。それではバンブーロッドライフをお楽しみください。桜工房桜さんからのメッセージ付きですね。来てます。でね、この中にちゃんと保管のね、保管についても書いてます。調光後は2、3日間ロッドソックスに入れた状態でバットを下に向けて吊るしてかげ干しを実施してください。やっぱり使うとただいつものように放置じゃまずいと、釣りに行った後は専用の袋にロッドソックスっていうのがこの中に入っていると思うんですけど、入れた状態でバットを下に向けて吊るして干すと、吊るし干しを実施してください。よく乾燥させた上でロッドチューブなどに保管してください。濡れたままではちょっと入れない、このケースに入れちゃダメみたいです。濡れたままの保管はカビの発生、腐食の原因になります。また立てかけたり寝かせて保管すると竿が反ったり曲がったりする原因になりますのでご注意ください。管理もねしっかりしないとまずいらしいですね。ちょっと苦手な分野ですね、管理は。いつもは放置なんで1台の竿はね、釣り行くたびにちゃんと一緒にお風呂に入って洗ってるんだけど、フレッシュウォーターの場合は放置ですね、大概。はい、注意点はこのようになってます。メッセージと注意書きがまず同封されてました。それでは開封していきましょう。開封の儀です。これは大切に保管させていただきます。それでは開封の儀、開封の儀です。開封させていただきます。まずこの上のネジを回すと蓋が開きます。そこから出てくるのはまずこの隙間を埋める素材、それから出てきましたよ、ロッドソックス。これがロッドソックスって言って、なんか綿でできてる素材の高級な袋みたいで、これもね自分でミシンで縫って作ったっていうお話でした。でね、この竿の先端にちゃんと桜工房のレザーで作った桜と書いたマークですね、ブランドロゴがついてます。ブランドロゴです。これをね自分で縫ったっていうのがすごいよね。お裁縫はねちょっと家庭科の時からで、すごい苦手だったんで、この大変さがすごいわかります。それを初めてでやったっていうのがまずすごい。でちゃんとねバットっていうか2つ2ピースなんだけど、ちゃんと部屋が2個に分かれて傷がつかないようになってますね。袋がちゃんと分かれてます。さあ開封です、開封ですよ。まず穂先から、竹に見えないんだけど、これ竹に見えない、竹なんだけど竹に見えないでね、これ全部オールハンドメイドです。オールすべてですね。まずブランクはまだけ自分で干して3年間干して
作った竹ですね。でね、一応ブログ、アメーバブログっていうのに、いろいろ作ってる過程が書いてあって、それを読むと、高い素材の竹を前使ってたんだけど、それも自分で作りたいということで、真竹を干して、そのテストをですね、テストを兼ねて、僕と私とあのガチフライさんっていう人に、2つ、2本作ってテストということで送られてきました。で、このガイド、トップガイドはもちろん、この途中のガイド、この全部で自分で作ったやつですね。ガイドからブランク、ガイド、このそしてペルール、このペルールの金属、これも加工して自分で、このこっちも、ちょっとこっちも出します。このこっちのこれですね、つなぎ目、このフェルールの金属も自分で削って、機械を所持して、全部削り出して自作ですね。このスネークガイドから、この、で、この、このガイド、ここのガイドもね、自作。これを自作ですよ、これ自作。で、この、もちろんフックキーパーっていうか、この、これも自作ですね。で、この、持つところ、これ、これも自作。これも自作。で、で、この金具、このリングみたいな金具、ケツの線、ケツの線、これも自作。自分で金属を加工して作ってる。で、この木、このリールがつくとこ、これも自作。これも自作ですね。で、全部自分で作って。すごい。で、これはね、アメーバブログの、アメブロの、桜日記っていう、調べてもらえば、製造過程が1から書いてますね。その経緯から何から全部書いてます。で、このテスト、僕とガチフライさんでテストをして、いろいろ耐久性とか、使い勝手とか、使用感とかを、元にして、また作る、自分で作って、それをね、後々、販売するということを書いてあったんで、で、価格がなんとびっくりしたんだけど、39,800円を想定してるって、あんだけ苦労してるのにもっと高いかなと思ったんだけど、39,800円で売り出すらしいですね。ちょっとね、もっと高いと思ってた、実際。すごいね、手間をかかってるの分かってるから、ずっとツイッターとかでつぶやきを見ながら、結構ね、時間かかって作ったような感じなん で、全部自社製品なんで、思ったより安い、もう倍ぐらいするのかなと思ったけど、一応サンキュッパで発売する予定だということです。で、私の竿は、3番の8フィートですね。3番8フィート。桜ロット。3番8フィートで、裏にちゃんとスターモデルって書いてくれてますね。スターモデル。ちょっとね、カメラのね、質が悪いから見えるかわかんないけど、スターモデルって書いてます。私の専用ロットです。ちょっと、繋いでみます。8フィート。なんか、お、ぴったりはまった。あ、こんな感じ。すごい、なんか、ちょっとなんかね、ちょっとね、本当にちょっと、なんていうの、偉くなった気分が、ちょっとね、
ちょっと高級感っていうか、すっげー早くこれ使ってみてえな。まあちょっとね、これテストロットっていうことなんで、いいハマり具合と抜き具合がすごい、ポン、このポンっていうのがいいですね。テストということなんで、ちょっとね、本当はこう大事に大事に飾っておきたいんだけど、やっぱり使ってなんぼなんで、ちょっと使わせてもらいます。ありがとうございます。で、ね、動画にもちょっと登場すると思うんで、これを使ってみたいと思います。8フィート3番です。ちょっと危ない川には持っていけないんだけど、よく壊しちゃうんで大事に大事にたくさん使わせてもらいます。それでは今日はね、単なる自慢動画になっちゃったんですけど、これを使って釣りをしてみたいと思います。でね、10本、次に10本作るって言ってたんで、早く頼んだ方がいいっていうか、多分10本だと、そんな、ね、本数もないんで、10本、また、まあ、すぐじゃないと思うんだけど、テストを終えて、全部手作りのバンブーロットですね、これがまた発売されるらしいんで、欲しい方はツイッター検索で桜工房さん、桜工房検索すれば出てくるんで、検索してみてください。で、アメブロの方で、制作過程が1から10まで載ってるんで、桜日記ですね、読んでいただければ、詳しくわかると思います。ますです、ます。ではテストします。さなえでした。バイバイ。いいね。